湯玉駅は山口県下関市豊浦町大技、宇賀座湯玉にある西日本旅客鉄道山陰本線の駅。相対式ホーム2面2線を有し交換設備を備えた地上駅。駅舎が国道側と海側にそれぞれ設置されており、2つの駅舎は地区低下の地下通路で連絡している。海側の駅舎は薬局が同居した駅舎となっている。 長戸鉄道部管理の無人駅であり、自動券売機等の設備はない。国道側の駅舎には、男女別の推薦トイレがある。案内状の乗り場番号は設定されていない。また、上りホームの待合室の外壁には、長戸市、京都方面と表記されている案内板が残っている。現在、当駅からの上り方面の最長距離列車は、増田駅までで、 はるか先の京都までの直通列車は存在しない。このため、これは、かつて当駅を発着していた、長距離列車が存在していた頃の名残であると思われる。駅周辺は、住宅地。大川町温泉は、隣の宇賀本郷駅が最寄りであるが、路線バスを利用する場合は当駅から直通のバスが、運行されている。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。 ありがとうございます。